はい、ということで今日は裾野フィッシングパークさんに来ています。ちょっと今気になるラインがですねたくさんありまして、ちょっとラインの強度と飛距離を、試しに来ました。なので、RCS2 のスプールに、テストしたいラインを、はい、この白い方がテストしたいんですね。これは通常のプレミアム PE で、でこれをテストするのと、あとは55と、トルザイトのプラズマ、はい、のまた、引き続きのテストです。明日か明後日なんか台風が来るみたいなんで、今日急遽、はい、来ました。一応平日なんですけどちょっと蒸し暑く、はい、混んでますね。はい、じゃあちょっと下位系でスタートしてみたいと思います。もう2時半ですね。はい、一応いろいろ試してみたいと思います。はい、じゃあまず、1番目にテストしたかったこのラインからいきます。飛距離見て耐久性ですね。まあ、その3で何匹も釣って、切れなければ多分耐久性は大丈夫だと思うんですが、今からこれで釣ってみたいと思います。まあ、1投目なんですけど今 0.4 のボトムキラーで飛距離は出る感じですね。まあ、まだあんまり比較はしてないんですけど飛んだ感じでは結構出てるなっていう感じですね。もうちょっとドラグを緩めた方がいいのかな。このラインで飛距離が出るんだったらすごい最高なんですけどね。一応、リミテッド2本に違うラインをつけてテストですね。はい、まあ、ほとんど同じ環境でリールも一緒でイグジスト2506で、ちょっとだからドラグ締め気味で切れるかどうか試す感じですね。ちょいラインが重い気はしますが、まあ後でちょっとすいたらですね、下行けも今混んでるんで、すいたら 1.8 つけて遠投ですね。今ちょっと遠投しちゃうと皆さんに迷惑かけるんで、すいてきたら、はい、多分夕方になればすくと思いますんで、そしたら 1.8 で遠投して飛距離見たいと思います。本当はですね、宍戸めこさんに行きたかったんですけど、ちょっと今日天気が悪い予報だったのと、あと赤箱がなかったので、はい、赤箱ちょっと小室くんに渡しっぱなしで、なので、はい、後で遠投は下池で空いてから飛距離を見たいと思います。やっぱ軽量ルアーよりね、重いルアーで飛距離見た方がいいので。ただの軽いルアーは飛んで重いルアーが飛ばないとか、逆に重いルアーは飛んで軽いルアーは飛ばないっていうラインもあるので、まあ決めつけられないんですけど、今んとこいい感じですね。かなりこれドラグも締めてるんで、まあ、耐久性はその3でしょうね。はい、入れ食いっすね。ホワイトグローボトムキラー 0.4 ちょ、今入れ食いっすね。投げて巻いてれば全部バイトしてきちゃいます。やっぱりテストには抜群なフィールドだな。あ、なんだこれ、この RCS2 のスプールはドラグいいっすね。すごくドラグの音もいいし、
すごくこのスプールいいです。高いだけのことはあります。いいっすね、入れ食いっすね。もう表層で出てきますね。表層でも出てくるし、フォールでも追ってくるし、完璧っすね。うおー、いいねいいね。引いてくれ引いてくれ、もっと引いてくれ、もっともっと引いてくれ、もっと引け、もっと引け。よしよし、このサイズ引くんだよね。その3のこの30センチから40センチぐらいのやつですかね。もう全すげえパワーだよな。かなりドラグは締めてます。はい、ちょっと限界値を知りたいので。よし、よいしょ。はい、次は比較のために通常のプレミアム P、はい、0.25ネオイエローで、はい、これも1投目です。これもボトムキラー 0.4 のホワイトグローですね、はい、表層シェイクで下から出てきちゃいます。これも、イグジス2506に RCS の、エアスプール2ですね。ほんとこれドラグイワー。めっちゃ引くでよ。まあもうプレミアム P の耐久性分かってるんで飛距離だけですね。よいしょー。まさにイレのグイですね。はい、競争で全部食ってきちゃいます。いいっすね。今日平日なんですけどかなり混んでますよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12人ぐらい下池、上池も12以上いましたね。ミックスはどのくらいですかね。ちょっとミックスはまだ見てないんですけど、はい、いやー引くわ、ほんと引くわ。ズドーン。表層っすね、やっぱり完全に。はい、また戻しました。なんかラインがすげえ張る感じがするな。やっぱラインが重い感じがしますね、この白いやつは。結構比重があるんですよね。耐久性は十分だと思うんですけど、あとは結束部分のささくれですね。それがどう出るのか、まあ、だからラインのテストはもう本当数ヶ月かかるんで。その場だけ良くてもね、耐久性がないと意味がないので。ボコボコ下から出てきますよ、本当に。シェイキングやるとついてきて、もう下から出てきてすくい上げて食うみたいな感じですかね。はい、急に雨が降ってきましたね。それもたくさん。
こうなってるんで、あ、切れた。マジかよ、切れましたね。あ、ラインで切れたな。うわ、切れましたね。新しいやつっていうかテスト中のやつ、あっけなく途中からいったな。傷ついてるとは思えないしね。微妙な感じですね。微妙な感じ。まあ、たまたま切れたラインが見えたんで、ロットの先ですくって取れたんで、はい、切れた断面は分かるので、ちょっと調べてみます。よいしょ。はい、そこそこ終わりましたので、試すのがちょっと、今度はトルザイトですね。はい、68のトルザイト TZP の方に、切り替えたいと思います。かなりでも TZP の方はテストをやり込んでます。こっちはもう飛距離も出るし、すごくなんかいい感じですね。よいしょ。はい、今度ちょっとエアーの、はい、プラスを投げてます。はい、次はゴーゴージュニアですね。ゴー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 ですね。はい、ゴーゴージュニア一撃でした。ほんと扱いやすい、これ。うお、シェイキングは多分今まで一番やりやすいですね、この竿が。あー、でかいっすね。よし、これスパークボトムキラー 0.4 のスパークベージュグローですね。はい、多分釣れてる 90% 以上が表層シェイクですね。まあ下池なんでそういうことかなと思いますが、フォールとかはあんまり反応が良くないですね。はい、ほとんど表層シェイクで後ろからボコボコ、ついてきて 2,3 匹以上になると、その中の1匹がガバッて食ってくる感じですかね。本当典型的な表層のパターンですね。よいしょ。しかし引くぜ。ホワイトブローだと入れ食いっすね。ちょっとベージュも使ったんですけど、ホワイトの方が全然反応が違いますね。いや、熱くなってきた。
蒸し暑い。もう24時間から結構経ってんですけどね、なんかここの魚は来ますね。身に染みますね。手首と来ますね。負荷が、腕に負荷がめちゃ来ます。うわ、よっしょ。このサイズでこんだけ引くもんな。うわ、あー、まいった。うわ、今度はでかいっすよ。もう表層、表層、また表層ですね。シェイク、シェイク、またシェイク。米米クラブですね。フル小室君いたら分かんないって言われちゃいます。フックは全部フロントです。これフロリアだと全部多分伸ばされちゃうので、その3の場合はエアーはエリアフックタイプ2でノーマルのままいきますが、他のルアーは全てフロントに取り替えます。はい、フロリアだと多分1匹も釣れないかもしれません。全部伸ばされちゃうかもしれませんので、その手釣る場合はロッド、あ、フックをフロントに変えた方がいいです。雨なんかやめましたね。はい、いや、今の食ってきたの追ってきてマスボールできましたね。あ、マスボールできた、マスボール、巨大魚マスボール。いや、今のサイトだから、ほとんどのサイトなんですよね、表層シェイクのサイトなんで、めちゃ楽しい。うわ、マスボールできた。見えますか皆さん、巨大魚マスボール。スイッチ入るとき入るんだよな。うおー、ほぼ一頭一匹ペースですね。一頭ワンバイト以上はもう確実にあります。ワンバイトというか、シェイキングしてれば誰かはついてきますので、乗せるか乗せないかはあなた次第です。よいしょ、